東京都交通局300軽電車は、AGT である日暮里、トネリライナーで使用されている鉄道車両。2008年3月30日の日暮里、トネリライナー開業に合わせて投入された。車両竣工は2006年からで、製造会社は新潟トランシスである。車両の外観や編成番号の表記などは、東京都が出資しているゆりかもめで使用されている。 車両に似たデザインとなっている。車体は軽量ステンレス製であり、ドアは都営地下鉄新宿線の10の300型などと同じく、ステンレス構成で、内外とも表面ヘアライン無塗装仕上げで、窓は車内側からゴムによる接着式である。一両あたり片側2箇所の外吊り式編開きで、都閉装置はスクリュー式である。車側表示灯は車体に埋め込まれており、 側面からは見えるが最前部や最後部からは見ることを考慮した設計になっていない。これは営業時が無人運転であるため車両から車側表示灯を確認する必要がないためである。なお、ホームドアにもと締め表示灯が設置されている。また、車体に巻かれたラインカラーの緑色と桃色は前車が沿線の自然を表し、後者は 街の活性化をイメージしたものである。車内は当初、オールロングシートの座席を採用する予定だったが、想定以上の乗客が乗車可能であったため、安全確保と乗客への配慮の鑑定により、車体中央部をクロスシートに変更された。一人掛けクロスシートは壁面との間に荷物置き場がある。ドアガンの吊り革は二人掛けクロスシート状のものは、 通路側座席旅客の頭上にあり、立ち客には使いにくい。貫通つまめを背にする、クロスシートは貫通路に座席がはみ出している。2009年度に増備された第13編成以降は1.24.5号車の従来2列だったシートが1列に変更され、反対側の従来1列のシートの部分がロングシートへと、またモケットが緑色になり、手すりがオレンジ色になる。 車端部への釣り革の増設、車内案内装置の表示内容変更など内装に変更が行われている。01から12編成において13.14編成と同様のシート変更改造が施されている。ただし、既存編成のシート変更改造車では、車端部の釣り革の増設は行われていない。制御装置は、VVVF インバータ装置を採用しており、 コンバータ装置と VVVF インバータ装置を一つのユニットにまとめた主変換装置により誘導電動機を制御している。また、5両編成のすべてが電動車となっている。ありがとうございます。